でいこうです。こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。キララファンタジアですね、やっていきたいと思います。いくつかがガチャが用意されております。一押しテーマ、おまけ付き10回召喚ですね。星5確定チケットが7ステップでもらえますが、期間限定なのでかなり石を使います。リスクが高いで、いつものこれと、あと期間限定特別セレクション召喚、これ桜トリック花山田春からレシーブが好きな人にとっては狙い目ですね。桜トリックから雫、花山田から花、春からレシーブからクレア。ちょっとクレアか微妙ですね。春かとか、欲しい人はいるかもしれませんが、ちょっと微妙かな。お姉ちゃんズイレブンピックアップ召喚ですね。今回のイベントです。民が星5。星4として、高山遥、壮大、ゆ、いずれも、桜トリック。後半もあります。これがですね、遥かレシーブに限ったあれですね、トーマス、星5と星4。姉妹ですね。今回は、民を取れるかっていうことで、お姉ちゃんズイレブンピックアップ召喚、こちらの初回10回召喚を、行っていきたいと思います。行ってみましょう。その時どうかな、神はちょっと気になりますよね。やめいこう、やがみこう、そうなっちゃう、ちっちゃい、どんどん行きましょう。お、星4以上来た。星4かな？お、大城あかりですね。はるかレシーブ。これはすでに持ってるのか。どんどん行きましょう。お、これも星4以上だぞ。来るか？来ないね。おー、小泉か、小夢。お、また星4以上来た。これも星4ですね。お、牛久だ。これ初登場じゃないのかな。初登場ですね。これで終わり？まだあります。今星4が3つ出てますね。牛久だけは僧侶の牛久かなよ。花輪じゃなくてカナだからね。チアじゃなくたって蹄先輩を支えられるようにサポートしてみせるわ。後輩なんですよね、有馬蹄の。次回も頑張ります。まあ頑張ったと言えるのではないでしょうか。これがあの牛久かなですね。花輪って呼んでしまう。先輩と一緒にってことでヒーラーですね。僧侶かな。デフォルメも見ていきましょう。あ、かわいい、いけますね。こっち正面から見てるんで幅がないんですが、ちょっと角度つけてるんでこれがすごくよく見えるんですよね。うん、そう、同学面なんだ。キララファンタジア始まるわよ。やだ、こんなところで終わったりしない。これくらい。やだやだ、いた、ザ・ファイ・イン。いいですね。しっかりしなさいよ。私に任せなさい。もう鬱陶しいわね。これでおしまいよ。これでおしまいよ。もう行け。これなら
落ち込んでなんていられないわ。先輩、何気安く触ってるのよ。なんとかなったみたいね。なんとかなったみたいね。先輩、ご無事で何よりです。いいですね。早く出発しましょう。お、固有名はアップです。これで、とっておきお気に入りレベルが3に上がりました。とっておきレベルもちょっと上がってますね。こんばんは。夜もお手伝い頑張ります。中野あずさです。親がジャズバンドをやっていた影響でギターを始めました。はい、というわけで今回は召喚ですね。こんばんは。夜もお手伝い頑張ります。お姉ちゃんズイレブンピックアップ召喚やってみました。こちらか。アイマンエールを薄く手に入れ、星4を手に入れることができました。はい、また星、石を貯めて10回召喚引ければなと思っております。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。